皆さんこんにちは、今日は8月最後の日ですね。相変わらず外は暑いですけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日も作品を紹介したいと思います。我々短編映画祭ですので定期的に短編映画も紹介するわけなんですが、今回第2弾としてですね、前回パリ・ジェテームというオムニバス短編映画のシリーズを紹介したんですけれども、今回はですね、同じそのプロデューサーチームがニューヨーク IW という企画でですね、ある意味そのニューヨークの文化であるとか場所であるとか、いろんなその人間たちですよね、の模様を映画化した作品で、また監督も全世界からいろんな有名な監督をこうピックアップして、俳優もそれぞれのエピソードに、豪華なキャスティングで出ていらっしゃって、なかなか面白い、作品となっています。でこちらがその、ブルーレイ版なんですけれども、これアメリカで出たニューヨーク I Love You のブルーレイバージョンです。今ズームアップしていただいてますが、なんかこうね、楽しい感じが、ちょっと下にあった方がいいかな、はい、出てますね。で、パリ・ジェテームとですね、ちょっと違うのが、パリ・ジェテームの時はですね、各エピソードが大体もう5分ぐらいで、もうね、もう20名近い監督さんが出てらっしゃったんですけれども、今回はどちらかというとちょっと長めで、で監督さんもまあ多分10人ぐらいでしょうかね。少しちょっとこう、ワンエピソードずつに余裕がある感じです。であと、前回からちょっと違ってたのは、その最初のエピソードの作品とちょっとこう最後 のエピソードがこう絡んでたりなんかして、それぞれエピソードに少し絡みが、出始めています。なのでこれ結構ね面白いんですが、監督もインドのね、もう、今活躍されていますミラ・ナイルさんという、女流監督さんであったりとか、あと日本からは岩井俊二監督が参加されています。そして、ブレッド・ラトナーというね、ハンニバルとかラッシュアワーシリーズの監督さん、アメリカの監督で非常に有名なんですけれども、そして見どころはですね、ナタリー・ポートマンが前回パリ・ジェテームですね、いわゆるそのパリの、いろんなエピソードを撮った作品のバージョンで女優さんと出ていたんですけれども、今回彼女は、このニューヨークアイラブユーにはですね、監督そして主演という形にも出ています。別の作品ですね、彼女が監督する作品と彼女が主演している作品、ちょっと別なんですけれども、またこの企画に参加しています。で、キャストもね、結構豪華なんですよね。岩井俊二監督の作品にはね、クリスティナ・リッチとオーランド・ブルームが出てたり、あとブレッド・ラトナー監督の作品ではですね、ゴッドファーザーで有名なジェームズ・カーン、ね、大物監督が出てたり、あとはトランスフォーマーシリーズで、有名な、シーラ・ラブーフなんかも出てますし、でブラッドレイ・クーパーといいまして、このシネマ・コンシェルジュでも過去に、北村隆平監督のミッドナイト・ミート・トレイン、そして今公開されてますかね、まだA チーム、ね、彼も出てますし、あとそうですね、誰が出てたかな、結構ね、往年のジュリー・クリスティさん、ドクトル・ジバゴ、ね、ララ役で一躍有名になった本当に美しい女優さんなんですけれども、シーラ・ラブーフとジュリー・クリスティさんが共演しているエピソードがあります。これあるニューヨークのホテルでシーラ・ラブーフ演じるちょっとこうなんていうんですかね、体の少し悪い、ホテルの従業員と、何か有名な女優さんかオペラ歌手なのかちょっと私設定忘れましたが、ジュリー・クリスティが演じるその女優さんの役との、2人のお話なんですけれども、ちょっとこうなんていうのかな、ドリームライクというか夢に出てきそうなエピソードで、ちょっとこう他のエピソードがかなり現実的なニューヨークとかニューヨーカーの、
まあ、生活をこう描いてるんですけれども、そのエピソードだけちょっとなんかこう、幻想的なファンタジーがありまして、非常に基本的には僕も個人的にすごくそのエピソードが、好きですね。あとはまあ本当にいろんな人種がまあ住まれているということもありまして、まあ例えばナタリー・ポートマンさん自身、彼女もイスラエル人ということで、まあイスラエルに関する作品に出演されていたりとか、なかなか面白かったですね。あとイーサン・ホークも出てました。イーサン・ホークとあと、クリスティーン、ごめんなさい、ロビン・ライト・ペン、ショーン・ペンの奥さん、元奥さんと言った方がいいですね。確か1週間前に離婚したというニュースを、見たんですけれども、フォレスト・ガンプでよく出てた女優さんですね、ロビン・ライト・ペン、彼女も、出演しています。で、肝心のこのニューヨーク・アイ・ラブ・ユーなんですけれども、日本では先週かな、DVD リリースされていますので、お求めになるか、もしくはレンタル屋さん等で、見てください。本当にね、楽しい、映画なんですよね。で、あと、これメイキングというか、まあ、おまけも結構いろいろ入ってまして、日本の DVD 版にも入ってるそうなんですけれども、ある女優さんの、幻の、ショートフィルムもその中に入っています。実はこの中には入れなかったんですね、何かの理由で。僕もよくわからないんですけれども、そのある女優さんの、人気女優さんの、ショートフィルムが、おまけで収録されていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。その短編なんですけどね、白黒で、主演がケビン・ベーコンが出ています。そして、なんていうんですかね、ちょっとこう学生映画っぽい感じで、非常に、僕は個人的に、もしかするとね、本編になかったんですけれども、そのおまけに入っていたある女優さんのその短編が一番好きだったかもしれませんね。ということで、その短編もぜひチェックしてみてください。